後ろなんだから。やっぱり見てる。じゃあ僕は前に。あんたにハンドル握らせたら湖に落ちちゃうわよ。レオ、二人とも仲がいいじゃないか。カジさん、かっこいい。ありがとう。君たちも似合ってる。話がしたいの。次のレストランで待ってて。悪いな。これから研究所で急ぎの用事だ。真珠をかけて加速装置。無理だよ。お尻が痛くなってきた。お尻言うな。山向こうに大きな光が見える。何が見えるって？人の形をした光。僕がこれを着ることどう思うの？私たちの未来がどうなるのか誰にもわからないわ。このスーツは将来への希望なの。僕は何になるの？人間に乗るのよ。人間？その昔コンピューターが建物を埋め尽くしたように、私たちの作る人間はとても大きいの。人造人間、エヴァンゲリオン。走りすぎた。全身筋肉痛。とっとと着替えろ。ダッシュ。
のビル、また大きくなってる。人口が増えてるんだ。マンションや団地も目立ってきたし、研究所の職員も増えてるって。ボス当時ビーンバリ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 ドキャー。ケンスケ先生も朝から女詰めた。熱い熱い。当時はデリカシーがないから彼女とうまくいかないんじゃない。キッ、わしのこと舐めとるぞ。ポラチさんからいろいろ聞いちゃったもんね、当時のこと。当時、待ってよ。それでは間通信兵、鈴原隊員の追跡に向かうであります。おはようございます、シンジさん。お忘れですか？ダイナーのトクですよ。シンジさん、いつもいらっしゃっているのに冷たいな。またお会いしましたな。こりゃまたシャレっ気たっぷりだな、シンジさん。シンジさん、動物は好きですか？私も動物大好きでして、今日は府中へ行って馬でも見てきますよ。シャツの襟乱れてるよ。さっき転んだから。いいって。こういう気遣いは私が一番なの。
リくん、おはよう。おはようございます。今日転校生が入ってくるの、みんなで仲良くしようね。おや、碇シンジ君。私は学ぶために図書室を訪れ、生かすために君たちへ語りかける。人が生きると書いて人生と読む。この瞬間を生きることが全てなのだよ。おはよう。また寝ぼけてる。ホームルームが始まるから早く教室へ戻りなさい。こんな朝早くからお腹でも壊したの？シンジ君こそなぜ保健室にいるのかしら？早く教室へ戻りなさいね。遅刻するから。友情という名のバラが咲き乱れる。カオルくん、こうして出会えるなんて夢みたいだ。喜びを分かち合える抱擁との再会。一輪のバラは贅沢を極めた装飾にも勝る。高生？どんなやつなんやろ？you